デカキン TV、レディゴー。ブン、ハロー YouTube、どうもデカキンです。今日はですね、UFO キャッチャーに挑戦してみたいと思います。僕がですね、UFO キャッチャーすごい得意なんで、今日は皆さんに僕のできるところを見せたいなと思います。じゃあ早速一回やってみたいと思います。こういうことですよ。これぐらいね、やっぱ実力があるってことを見てもらったと思うんで、早速次は大物に挑戦してみたいと思います。はい、見てください。すごいの見つけました。福袋、これで絶対ね、いいやつ入ってるはずですから、これをちょっと真剣にね、取ってみたいと思います。で、早速取り方を聞いたところ、乗ってるやつありますよね、あれをこう交互にずらしていけば取れるらしいんですよ。こういう風に、だから今だったら奥をこう引いて、次手前引いて、奥引いて、手前引いてみたいにやればいいみたいなんで、ちょっとそれで取ってみたいと思います。これちょっと楽しみですよね。何入ってるか分かんないっていうのがね、やっぱすごい楽しみですから。じゃあ500円入れました。500円で6回できますんで、もうちょっとあっち、もうちょっとあっち。今でも惜しかったですよね。まだ感じがつかめてないけど。あ、いいんじゃない？あ、いい。いい。これいくらかかるの？やばいよ、この調子。ちょっともうちょっと攻めた感じで、次手前行きましょうか。いや、これ乗るかな。乗ったらダメなんだ。あ、でも、あ、でもすごいすごい。ちょっと押したことによってちょっといい感じになってるかもしれない。残り3回。落ちそうだな。でも、これ一番ダメなやつ。ちょっと待って、これはどうすればいいんだろうな。もうちょいギリギリで。あ、いいんじゃない？あ、いい、これ。じゃあもう全然ダメじゃん、これも。これでもね、これなんか動いてる気がしないのよ、この奥のやつが。怖いわ、これ以上やるのが俺怖いわ。もう一回、100円で一回やってみる。じゃあそうしよっか、次で決めよう。ちょっとしょうがないかな。違う違う違う、落ちない落ちない、落ちない。取れたかな。店員さん、店員さん、店員さん、
違うんですね。そうです、アルミと違うんですね。じゃあこれで、あ、待ってください、すいません、なんか変なの見えたんで、見えない方がいい、あんまりその見えないやつ、はい、ありがとうございます。取れた、ラス1で取ったやつ、ラス1で入れて100円で取れたよ、マジで。じゃんけんタイム、最初はブンブンじゃんけんポン、バイ。